大関昇進を目指す関分けの里、24、イコール二所の関イコールは平幕熱海富士、伊勢ヶ浜を叩き込み、白星発進した。攻め込まれて物言いがつく内容ながら土俵際で逆転。初日の重圧の中、白氷を踏む勝利を挙げた。大関陣は、名古屋場所を右内転筋の怪我で途中休場した宝昇流、立浪、が高野章、時は山、に敗れ、 4場所連続の初日黒星。古島、佐渡ヶ岳、は小結平戸海、境川、に解消した。今場所10勝以上で大関に復帰できる関脇高啓生、時は山、は御岳海、出羽の海、に屈し、痛い黒星発進となった。勝利という事実が、何より心を落ち着かせた。支度部屋で腰を下ろした大の里の顔に、アンド、アンド、の色が浮かんだ。 勝つと負けるのでは違う。ああいう良くない相撲でも、勝ちに結びついたのは良かった。滑り出しの一生は、どんな形でもいい。前向きに受け止めた。熱海富士に左上手を許すと、得意の右を指して前に出たが、上手投げで回り込まれて大ピンチに。続く突進を左にかわし、相手が落ちるのとほぼ同時に土俵を飛び出した。物言いの結果は、相手の左手がつくのがわずかに先。 軍配通りでも、ヒヤヒヤの白星だった。今場所12勝以上で、大関昇進目安とされる三役で三場所合計33勝に到達する。好成績で昇進の可能性があった名古屋場所は連敗発進。雑念に乱された。それだけに、この入りが大事だと思っていた。勝てたのが大きい、と重みを口にした。昇進を預かる審判部は内容を重視する方針だが、 幕内後半戦の久米川審判長、元小結びこと稲妻は、まだ初日だから。全部そんな相撲ばかりじゃないでしょう、と期待を込めた。史上最速部位を飾った夏場所の優勝額が、この日から国技館内に掲げられた。感染した父、友幸さんにも白星を届けた大の里。先のことは考えず、目の前の一番一番に集中して頑張ります。 まだ大井町大井町が言えない前代未聞のちょんまげ大関誕生へ24歳の大器はここからギアを上げていく。